できた。できました、プロデューサー。音楽が鳴ったら体が自然に。そうですね、確かに。これが成長、これが将来を望まれるアイドルということ。とはいえ、やはり不完全な状態でステージに立ったのは悔やまれます。特にファンに対して。